bir denge meselesi. あの家には二度と帰れない。どうして。お前ら、さっきなんつった？人間は醜い。家族を人質に取られたら、平気で同族を売るクズだって。そりゃよくご存知で。そうだよ。家族のためなら、人間は何でもする。平気で嘘をつくし、鬼にでも、悪魔にでもなる。それを醜いってんなら、その人間の醜さに、怯えながら死ね。きっと何人も仲間が死ぬ。だがそれでもこの任務はやり遂げる価値がある。いいか、俺たちは生きて帰るんじゃない。俺たちは勝って帰る。分かったか。約束しただろ。生きて戻れと言ったのに。おそらくダメ。本当、ふざけるな。ふざけんなよ。冗談じゃないわよ。私は必ず生き延びて勝ち組になるんだ。せっかく二人の仇も取れたのに。優勝したのに胸が痛い。息が苦しい。これがこんなものが勝利と呼べるのか、もう僕にはわからない。じゃあ勝利って何ですか。